うん、入って入ってお邪魔しますお<れ>えこれお前,の部屋お前の部屋初めてやろアパートこれおん、アパートやねめっちゃ狭い初めての一人暮らしやからえこれ何畳あちょっと狭いけどまあ全然一人やったら4畳4畳そんな狭いかえー、めっちゃ狭いやん,なんか牢屋みたいやな <laughs> 誰が牢屋やねん囚人に見える出してくれ出してくれおい63番あー出してくれ飯はいるかください米だそして味噌汁だええー、ね さあ早く食えあがてあがておい囚人六十三番よお前の飯の時間は十秒だああ早くくるえもっと時間をくださいあげるわけねえだろもうええねよおかわりはいるかええ、ゆっくりしておかわりはいるかって聞いてんだテレビ見るおかわりいるのかよおかわりくださいおかわりくださいおい六十三番よおかわりもらえると思うなよ 誰がし、お前靴脱げお前裁判の時間だなおお前前靴履くの裁きはもう出ていないええゆっくりしていいか今日お前は判決を下される今日授業あったけさあ裁判の時間だ大学のい嫌がるなお前裁判に行くぞお前ちょっとうるさいあここに立てお前靴脱げそれでは被告人事件の概要を説明してください概要って言われましてもそんな僕には説明できないバンバン

俺の部屋やぞ一生誰も面会に来ないからなお前もう帰れもう来んな俺の部屋まだよ長いねんノリ63番よ一生この牢屋で過ごすがいい俺の部屋そんな狭いかあージャルジャルタワー